ありがとうございます。それとですね、最近ですね、この永井さん、まあ、以前ポスターもいただいたんですけども、永井さん の、 ご実家、武蔵村山市ですね、最近あそこのご実家の前をよく通るようにしてるんですけど、なるほど、さすがにやっぱり お話しされているように、はい、外階段がございまして、うん、ブルースリーの死亡遊戯のようになって、あ、そうですよだんだん上に行くほど ね、増加濃度が高いそうですね。確実に総監に入らないと降りれないっていう ね、 うね、恐ろしい、館です。山田うどんでしたっけ。山田うどんです、はい、この前ですドンキな山田うどんがね、かかしのように立っております。そうですね、お食事させていただいたんですが、あ、そうですか、はい、で最近よく私佐々木さんにもちょっと画像をお見せしたんですけども、はいはい、で最近ですね、武蔵村山市に熱烈な長井ファンがいるというのが、ね、分かったんですけども、あ、そうですか、はい、で長井さんご存知なのかなと思いまして、写真を撮ってきたんですけども、もしよろしければ知らないなら知らないでいいんですけど、あ、よっちゃん食堂ね、知ってますか。知ってます、知ってます。どういう関係の方なんでしょう、まあ、どういう関係、まあまあ、これは実は、はい、そう、よっちゃん食堂は実はうちの親父が、はい、その、はい、彼のお父さんとすごい仲良かったんです。あ、で互いに2代目同士、あ、最近は営業あまりされてない、もうもうそこを潰すんですよ。うん、だけど一応まだあるから貼っとこうみたいな話です。でですね、これがちょっと私なかなかいいなと思って、ね、山口夏夫と隣にあるそうですね、遠藤さんとか、はいはい、なかなかいいポジションで、そうそうそう、これね、よっちゃんが、吉田さんが、あえて隣に寄ったら面白いだろうってやっぱそういう意図があったんですね。ユーモアの分かる人でね。やっぱそうですか。そうなんですよ。こんだけポスターがあって、これ青梅街道沿いじゃないですか、で信号がちょうど赤になるとちょうど見ちゃうんですよね。ああ、貼って誰だろう、声かけたいなって、もうなんか閉まってんなみたいな感じで、そうそう、ずっと閉まってる。あ、これ自宅にいらっしゃるんですかね、ちょっとお話ししたいなぐらいなんですけど。あ、そうですか、いると思いますよ。たまに来てましたか。あ、そうですか、こういう演説があると来る、あ、吉田さんって言うんですよね。ああ、吉田さん、だからよっちゃんです。あ、そうですか、それでですね、よく見つけましたね、はい、よく目立つんですよ、うん、で私も今先日長井さんとしていただきまして、はいはい、実は青梅市にも何回か貼ってる、貼っております。ありがとうございます。貼っております。目立つようになってます。ありがとうございます。